すっきり。さっぱり。さっぱりしたよ。さっぱりした。午前中にね、ウィンドサーフィンじゃなくて、なんだっけ。パラセーリング。はい。シュノーケル。ジェットスキーのみたいなやつ。はい、だって、今からご飯です。行きます。まあ、待って、伊勢食いじゃない、長くしてくれます。暑い。今は昼の国際通りに向かってます、はい、まだ1時1時ちょい過ぎ、はい、です。全然まだ今日はいっぱい時間があるぞね。まあ眠いけどね。眠い。眠さなんて関係ない。関係ないよ。じゃあ会社何食べたいの、はい、まずランチを国際通りにちょっと食べて、ね、もうね、数我慢できないから、うん、A&W と書いてエンダーと読むハンバーガー屋さんに行きたいと思います。はい、今沖縄しかないんですよ。じゃあそちらでルートビアを飲みます。ご飯食べるんじゃないの。ハンバーガー食べるよ、もちろん。じゃあどんなものかな、楽しみ。これです、A&W。 多分これがルートビアでござろう。ルートビアフロートも美味しいでござろう。いくよ。ほら、ルートビア飲みおかわりも OK。 食べよう、我慢できない。腹減った。ちょっと店内なので一回切ります。ピアノだべ、プレミアムバーガー。肉の方がでかい。いただきます。何が入ってるのかも知らない。めっちゃ甘いです。うん、ルートビアフロートにしました。幸せルートビア。実はこのルートビアショットバインクがあるんです。なんで？ぜひ飲みに来てくる？全部いただきます。AW エンダーです。はい、でした。エンダー。そして今から首里城に向かいます。はい、タクシーいっぱいあるから。ここでも乗れちゃうよ。でも、まあ、左折だから。そうか、渡りましょう。いざ首里城。ふぐしく、うぐすく、うぐすくに行くよ。行きます。うぐすくに行くよ。Good morning. Good morning. 移動中寝ておりました。はい、17分間の休憩時間でしたけれども、ここは首里城、首里城キャッスル。いや、首里城カーストルにやってきました。ここから、びっくりした、いいぞ。まあ、ちょっと歴史を感じる。
ぐしく。はい、じゃじゃん。うぐしく。うぐしくです。どう、カズ、初？カズ、初。カラフルね。すごいね。でもなんか他の日本の塩とはちょっと違う。うん、作りも違うし。うんうん、カラフル。これがうぐしく。うぐしくです。釣り場一周回してきました。してきました。ちょっと私はやっぱカラフルだなと思った。沖縄っぽい。ね、本当に。あと植わってる草木が南でしたね。うん、そのまんまです。あんなにぐるっといろいろと回ったの初めてなんじゃないかなって。めちゃくちゃ広かった。ね。こんなぐるぐるできるって。で、なんかその琉球王国の赤を主体とした展示物とかもあったんで。琉球レイと。琉球レイで。これが鮮やかに。皆さんも那覇に来ましたら。首里城。違うよ。うぐすく。うぐすくです。うぐすくです。待ってます。待ってます。